はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビーチです。では、今回はハーツオーバイアン4レジスタンス DLC 入れたアメリカ軍プレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回からね、そのまま続きになりますので、このまま時間を進めていきたいと思うんですが、陸軍と、あとですね、海軍、それに建設機を少しいじりましたので、ちょっとそちらの内容ね、先にご紹介だけさせていただきたいと思います。まず陸軍の方なんですけども、師団の数を微調整しまして、今中国の本土、上海から上陸かけた部隊に、多少の師団の増強を行って、これの軍団長としてね、アイゼンハワーを投入したという状態になります。画面のね、下の方に映ってますね。で、海軍の方なんですが、海軍の方は第一太平洋艦隊大増強をかけているんですけども、まあ現実的に今動けているのが第三戦隊のみで、この第三戦隊を少し増強しています。この第三戦隊の中身がですね、ちょっとまだ合流前なんですけども、戦艦を少し追加したのと、あとですね、大西洋に置いておいた空母ヨークタウン、これをやっぱり第3戦隊に入れて空母を4隻体制にしました。なので、第1航空戦隊に空母5隻、第3戦隊に空母4隻という体制に変えています。で、最後、建設ですね。あと、生産。じゃあ先に生産からちょっと見ましょう。生産の方はですね、少し歩兵の銃が余りつつある状態。まあ余ってはないんですけど、供給バランスがちょうどいい状態になっているので、その分をトラックの方に回しました。トラックですね。で、あとはですね、ちょっと足りていなかった支援装備。ここにね、ちょっと給油を追加した。工場を追加したという形になります。で、建設給油の方は軍事工場を中心に入れていきます。というところは変わらずですね。で、この後なんですけども、足りていなかった防衛品は追加でソビエトから入手するという形になっています。では、ここでね、暗号解読のボーナスを発動していきましょう。で、まずは、上海から上陸した部隊をですね、なんとか西に進ませて、帝国陸軍を南北に分断する。これをね、まずやっていきたいと思います。では、時間を進めましょう。ここで第三戦隊が長谷川さんの艦隊と戦闘になりそうですね。ここは確実に勝っておきたい。はい、続けて、沖縄の方に敵が奪還作戦、展開してきてるようなので、ちょっとこれをで撃退していきましょう。さて、沖縄本島に上陸されてしまったので、これをね、撃退していきます。まあ、確実に敵の2師団を、壊滅させることができる好機という捉え方もできますからね。ここは沖縄に上陸してきた敵部隊を駆逐します。はい、沖縄の方は無事にね、奪還が済みましたね。もうちょっと沖縄もね、全然行けてないんですけどね。スーパーフライヤーズカード取った時は、年に5、6回行ったと思うんですけどね。もうしばらく行けてないんで、ね、行きたいなっていうところですけど。では、ちょっと政治力溜まってるので、ロビー活動を含めた、まあ、議会工作とかもやっておきましょう。で、今だと欲しいのが、まあ一番欲しいのはやっぱり軍需工場欲しいんですけど、民需工場を削除して軍需工場を得るこの緊急工場移転、
は、民需工場が減ってしまうので、それはそれでちょっと微妙なんですよね。さて困ったな。これ欲しいね。タングステン。掘削4が入れば、タングステンが手に入る。そうすると、貿易に使っている民需工場を削減できるね。ちょっとこれは優先的にやっていきましょう。なので政治力は一旦貯めます。では時間を進めていきましょう。そしたら、帝国陸軍を、ね、窒息させるに十分な南北分断ができましたので、これから、ね、ちょっと作戦を南に向かう軍と北に北上する軍と分けていきたいと思います。北上する軍は、ね、このまま一挙に、北京あたりまで、ね、攻め込んでいきましょう。で、南下する軍に関しては、まあ、しっかりとね、敵をね、駆逐してもらうということになろうかと思います。よし、じゃあこれでね、一気に敵の殲滅を行っていきましょう。そしたらね、タングステンを、自分たちのところからね、採掘するために、採掘の4を入れます。採掘の4が終わったら128日後ですけどね。終わったらすかさず、ここで、この2つ、モンタダとカリフォルニアで、ごめんなさい、クロムですね。クロムを手に入れていきたいと思います。ここがね、うまくはまれば、民需工場が、建設の方に回せるようになるので、少しはね、軍事物資の生産が楽になるかなというふうに思ってます。で、中国大陸の戦線の方ですが、ご覧の通りね、順調に作戦進んでいます。このまま一気に中国大陸を北進していきましょう。北京まで進みます。そしたらね、今一番うちの長期間の中での綺麗どころ、ジェニーちゃんが捕まっちゃったので、
ちょっとジェニーちゃんの救出作戦を行っていきましょう。ジェニーちゃんはどうしても救ってあげたい。ジェニーちゃんを救うためにジェニーちゃん救出作戦を行っていきます。レスキュー、これですね。これには戦闘力に長けたウォルフちゃんを投入しましょう。なんとしてもジェニーちゃんをね、救出してもらいましょう。で、艦隊の方なんですが、まだね、ちょっと修理中なんですけど、ようやく修理の目処が立ってきている状態で、まずバージニア、メリーランド。これ戦艦2隻ですね。第一戦隊のこの2つが修理が終われば再出撃可能という状態です。で、第一航空戦隊の方は、サラトガが、修理完了すれば出撃可能という状態。で、主力の第三戦隊なんですが、ここの方も、あとヨークタウン、あとはネバダが修理終わればですね、出撃可能ということで、この修理が全部終わったらですね、一気に、帝国海軍との決戦にね、再戦に向けて準備を進めていきたいと思います。そしたらですね、ちょっと残念なことに沖縄を取られてしまってますね。ちょっと目を離してる間に沖縄を取られてしまっているので、沖縄のね、奪還を行っていかなきゃいけないかなということで、第5軍からいくつか引き抜いてですね、沖縄の方に派遣しましょう。ちょっとこれは迂闊だったなぁ。もうちょっとね、しっかり、見ておくべきだったのかなというところですね。まあ、第9軍ということで、こちらの方に沖縄の奪還作戦をね、指示しておきたいと思います。で、なんとかこれをね、完遂させて、しっかり沖縄を取り返す。で、それに合わせて当然制海権が必要になってきます。で、今制海権全くないので、この東シナ海と、黄海ですね、この2つの制海権、これをね、獲得するために、艦隊をね、出していきたいと思います。で、艦隊の方なんですけども、この第一太平洋艦隊の第三戦隊、空母4隻、戦艦3隻の艦隊が動けるようになってますので、この艦隊をね、投入していきます。はい。というところでね、ちょっと沖縄の奪還作戦、まあ、今回沖縄の攻防に終始してしまったところはあるんですけども、沖縄の奪還作戦を次回やりつつですね、艦隊が復帰できましたので、艦隊を投入して帝国海軍との、ね、艦隊決戦に挑んでいければいいかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。